僕は47歳 で、 広島出身です。1976年ですね。いやだから結構そのファミコンとかそういうのが小学生ぐらいに発売されたぐらいで、ゲームウォッチとかゲームやってたのが急に変わって、こんなになんか家庭でゲームができるんだってなった本当の、ね、ゲームの本当に始まりみたいなもんなんじゃないですかね。だ僕で言うとやっぱゲームウォッチですよね。ゲームウォッチで忍者ハットリくんとか親から買ってもらって、でその5コマぐらいしかないやつで、敵がなんかクナイとかなんか手裏剣とか投げてくるのをガードするみたいな、でガードが抜けちゃうと負けちゃうみたいな感じのゲームを永遠にやってましたよね。ゲームっていうものに触って、でハイスコアどんだけいけるんだろうって、昨日よりも今日の方がどんだけできるんだろうっていうのをずっとやってましたね。で覚えてるのはファミコンの一機ですね。農民が、はい、あの年貢がひどいからっていうので一機起こしたっていうゲームだったんですけど、子供の頃に全然分かってなくて、ブーメランみたいなんでやっつけてるなと思ったら、竹槍みたいなのを取るとなんか強くなるっていう、竹槍が強いってよく分かんないゲームでしたから。これなんで欲しかったんですか。いや覚えてないんですよね。けどやっぱりなんか買ってもらってやってたの覚えてますね。農民が主人公のゲームなんで、うん、そうですね。だからやっぱ強いものに対して、ね、戦いを挑むのがやっぱ好きだったんだと思います ね。 なるほどね。まあ、だからゲームウォッチから新しくファミコンですか、うん、ファミコンでやっぱりドラゴンクエストやったりとかして、やっぱり勇者に憧れてとか、やっぱ3ですね、ロトの完結編の3でやっぱりバラモスをやっつけたと思って、もう番組そのゲームが終わったと思ったら、まさかのもう一つ裏の世界があるっていう、あの何ですか、まだ続きがあるんだって、もっと怖いやつがいるんだっていうのに震えたのを覚えてますよね。初代の分やってほしかったですね。初代の初めて冒険の書が作れるっていうのがあって、セーブシステムなんて今までのゲームなかったのに、それまでは復活の呪文を入れて、でその呪文を入れたら復活できる、また同じ感じでその続きができるってやつを、それを初めてセーブができるっていうのがあって、で画期的だなと思ったんですけど、結構消えるんですよね。なるほどね。そう、呪われた時と音楽がね、あの普通にゲーム始めよう、今日も始めようと思って、でん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 、なんか呪われた音楽が流れるから、呪われた装備した時と同じ音楽が流れるから、初めなんだろうなと思ったら、冒険の書が消えましたって、セーブが消えたって言って、うわ今まで頑張ったのにって言って、全部水輪になるのも、それもやっぱ今となってはいい思い出なんですよね。だから古くて接触悪くてデータ切るじゃなくて、いやだけど なんで消えたのかがよくわかんないんですけど、いやだからカチカチカチって何回かあったら接触をなんかやったりすると、それでもなんか消えてた思い出があるから、大事に扱わないといけないんだなって教えてもらったのも、もしかしたらドラクエなのかもしれないですね。それは人とか物を、そうですよ、やっぱ人を大事にじゃないけど物を大事にするっていうのを教えてもらったのは僕はドラクエですね。学校の先生とかそんなんじゃなくて、ドラクエ3に教えてもらいました僕は。いや中学校やっぱだから本当にもうゲームセンターも行ってたんで、やっぱりストリートファイター2ですね。あれはやっぱ変えましたよね、世界を。本当にあのクオリティで対戦ゲームっていうのはちょっとありえなかったですから、横スクロールで敵をいっぱいやっつけていくっていうゲームとか結構あったんですけど、やっぱ1対1の対決であんだけグラフィックがすごくて、でしっかりその時で言うとね、やっぱザンギエフのスクリューパイルドライバーを出すのにどんだけ100円玉入れたか、本当にやっぱ出なかったっすもん。1回転どうやって出すんでしたっけ。1回転ですね、1回転させてポンってやるんですけど、やっぱそれができなくて、やっぱそれが基準となって、やっぱストリートファイターが流行って、やっぱ対戦格闘ゲーム、バロー伝説とか、はい、ワールドヒーローズとか、やっぱそういうゲームとかいろいろ流行ってったから、ゲームセンターとか、やっぱ家庭用になってやってみてもクオリティがすごかったから、スーパーミコンとかで、やっぱあれをずっとやってましたね。やっぱね、ワールドヒーローズはハマりましたね。あの下が、氷だったら滑ってとか、
横に行くと電流が流れてとか、あのむちゃくちゃなシステムはすごく好きですよね。当時使ってたのは何ですか、はい、相手が嫌がるやっぱカエルとかはずっと使ってましたね。嫌なキャラクターを使うっていうのは自分の中でやっぱ大事ですね。フラストレーションを溜めて、で溜めた上でこっちが勝つっていうのは好きですね。あのチュンリーのねスピニングバードキックとかもね、いやこれどう、いや本当できるのかなと思って練習しましたしね。でそれでやっぱあの僕ね今3点倒立して蹴ったりとかパカポエラやったりとかしてるんですけど、やっぱだからカポエラやった時も3点倒立できるようになって、これでスピニングバードキックできるんじゃないかなと思って、やっぱ喜んだの覚えてますよ。はい。ゲーセン行ってましたね。だから家でもやるし、だから浪人時代とかも勉強しに行くふりしてゲーセン結構通ってたんで、でその時にやっぱりそのちょっとでも長い時間やりたいから、うん、で対戦格闘ゲームの一人用のすぐに勝ってエンディングまでやるとやっぱ最後までね結構長くはできるんですけど、エンディングまではもういけるようになってるから、わざとコンピューターに1ポイント取らして、で1対1で最後1ポイント取ってっていうので1ラウンド多めにやるっていうのをやってましたね。なるほど、はい、なるほどね。そうしたらちょっとまた1試合増えますよね。そうなんですよ。それで全然ね、だから今まで30分でクリアしてたのが40分とかになるから、1回のゲームで長くできるっていうのをやっぱずっとやってましたね。やっぱだからネオジオハマって、ネオジオのあのでっかいコントローラー使って基板も買ったりとかしてたんで、そうなんですか。家でやってましたね。あれですね、ジョジョですね、ジョジョ。ジョジョの格闘ゲームあったんで、初めの作品ではポルナレフ結構使ってて、うん、で、2作目ではホルホース使ってましたね。やっぱ1番ではなくね、2番の男っていうね、うん、はい、あれが良かったですね。ポルナレフだし、そうです、そうです。いや、面白かったですよ。だってスタンドがどういう形で戦うのかって、スタンドも出しながら、はい、スタンド使ってると、出してるとスタンドゲージが減ってきて、で、それでクラッシュとかするから、その間にコンボ入れれたりとか、スタンドをずっと出せるやつと、はい、出せなくて一瞬だけ出すやつとか、はい、なんかいろいろその操作性が違ってたから、いやバランスいいなと思ってやってましたね。完全格ゲー。そうです。だから家で練習して、練習して上手くなったらゲームセンター行って、見ず知らず人とやって対戦して、やっぱりワールドフィールドとかで20連勝とかした時とかはなんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。その時はワールドフィールドの時はけど、まだ出たばっかりであんまりね、その分かってない時に隠れキャラでデュオとか出せたんで、そのデュオっていう最後のボスキャラを使うと超必殺技みたいなのがあのほぼ抜けれないのがあったんで、それを使って勝ってたら反対側からガンってやられた思い出ありますね。携帯ゲームですね。ロイヤルマッチやってますね。よくあのなんか広告とかで結構出てきて、はい、王様がなんか水の中沈むから助けないといけないみたいなのとか、火の中で助けないといけないっていうゲームなんですけど、まあ、広告で出てきたけどやってなかったんだけど、はい、リーチが、いやこれって私やってんだけどって言って、あの実は王様ほぼ出てこないんだよって言われて衝撃受けて、はい、その広告で出てくるロイヤルマッチは、はい、だって王様がずっと主人公で、はい、王様を助けれるかどうかなのに、はい、ほぼ出てこないってどういうことなのと思って、でやってみたらめちゃくちゃハマって、今めっちゃ課金してますね。はい、課金するしますします。やっぱりなんですかね、課金しないのももちろんいいと思うんですけど、課金した方がより一層楽しくなるから、なるべく僕は課金するようにしてますね。なるほど。持ってるのキャラとかシーパお花。クロちゃんが出演する有吉は11月3日だしんよ。見てだしんねー。